皆さんこんにちは。ロストニュースのお時間です。有吉弘行さんと結婚したフリーアナウンサー夏目未来さん、有吉さんとの結婚後家庭に入り表には出てきていませんが、現在はどんな生活を送っているのでしょうか。今回は夏目さんの実家や有吉さんとの馴れ初めについてまとめましたのでご紹介します。夏目未来さんのプロフィール。本名有吉未来、生年月日1984年8月6日、現在38歳、出身地大阪府箕面市、身長168センチ、血液型 O 型、学歴東京外国語大学外国語学部。夏目未来さんは小学生の時からアナウンサーを目指していて、卒業文集にはすでに将来はアナウンサーになりたいと書いていました。中高一貫校である同志社女子中学校、高校へ進学し新体操部に所属していました。高校3年生の時には高校生英語スピーチコンテストで最優秀賞を受賞しています。高校卒業後は東京外国語大学外国語学部のベトナム語専攻に入学しました。大学時代はスペイン舞踏会と全国学生フラメンコ連盟に所属していたほか、アナウンサーを目指してアナウンサー養成所であるテレビ朝日アスクにも通っていたそうです。就活は第一志望の日本テレビに合格したため他局は受けませんでした。内定後、歯を矯正したらテレビに出してやると言われたことから親に100万円を借りて八重歯を矯正したというエピソードもあります。入社1年目の2007年10月には昼の帯番組思いっきりいいテレビのアシスタントに大抜擢され、人気アナウンサーとして活躍しました。2009年には開局55年記念で CD デビューもしています。2011年1月に日本テレビを退職してフリーアナウンサーとして活動を始め、朝ちゃんやマツコ有吉の怒り心頭などにレギュラー出演していました。実家がすごい。夏目さんの父親の実家は代々続く夏目石油株式会社を経営していて、父親も夏目石油株式会社に入社後1995年にホームページ制作およびマルチメディアコンテンツプロバイダーとして業務を行うホットポットを立ち上げました。他にも数社会社を設立するなど実業家として目覚ましい活躍をし、2010年に東京証券取引所マザーズに株式上場しました。2003年には長者番付にもランクインしています。2011年頃に夏目さんの両親は離婚し、父親は現在再婚して大阪市にある1億円以上するタワーマンションに住んでいるようです。母親はかなり明るい性格で、夏目さんの大学受験の時夜食に作ってくれたカツサンドにはカツカツカツサンドと書かれていたというお茶目なエピソードを披露しています。離婚後は夏目さんと共に東京に住んでいたようです。夏目さんには姉と弟がいて、弟は東京都立大学を卒業後横浜国立大学のロースクールに通い、現在東京地検の検事をしています。二人の馴れ初め。2021年夏目さんは有吉弘行さんとの結婚を発表時に世間に衝撃を与えました。有吉さんと夏目さんはこれまでマツコ有吉の怒り心頭で共演し仲の良い様子を見せていました。交際に発展したのはこの番組内で有吉さんが夏目さんを守ったことがきっかけではと言われています。夏目さんは2009年に恋人との衝撃的なベッド写真が流出するというスキャンダルに見舞われました。局のアナウンサーとしてはかなりのイメージダウンにつながってしまい、次々と担当番組を降板させられ、日テレを退社するほどまで追い込まれました。このリークは恋人が二股をしていて、夏目さんの存在に嫉妬した浮気相手が流出させたのではとも言われています。スキャンダル後フリーアナウンサーとして初めて番組復帰したのがマツコ有吉の怒り心頭でした。番組内で有吉さんは夏目さんのスキャンダルをかばってくれたのです。有吉さんはなんで有吉は夏目にあの件を言わないんだってよく言われるのよ、俺はいじってるんだけどテレビ的に言えないんだよと言いつつ、でもさ一度みそぎをしないと我々はもういじりません、今後これ以上言ってくるやつはダサいってとコメントしたのです。有吉さんはあえて夏目さんのタブーに触れ
守ってくれたのでした。この発言に夏目さんも涙目になりながら、ありがとうございます、なんかストンと落ちましたと語り、その時に夏目さんは有吉さんを意識するようになったのではと言われています。その後夏目さんは有吉さんに気があるような発言を繰り返してきました。有吉さんが夢に出てくるんです、同じ部屋でご飯を食べてたりしますと発言したり、マツコデラックスさんが有吉さんの相手としてシェリーか夏目ちゃんがいい気がすると話し、有吉さんが肩を並べるくらいかなと言うと、夏目さんはと残念そうな反応をしていました。2016年に熱愛報道と妊娠報道がありましたが、双方の事務所が完全否定し、有吉さんもツイッターでこれを狐につままれたような気分というのかとつぶやき、関係を一切否定していました。しかし実は交際していて、一部では2015年頃から隣のマンションに住み、行動を通らなくても行き来ができた状態で、報道があった時には付き合っていたのではと言われています。結婚生活では有吉さんが観葉植物を我が子のように育てていて、毎日芽が出てきたよ、実がなったよと嬉しそうに報告してくれると語っていました。また有吉の壁お二人で一緒に見ていると、有吉さんはみんな面白いよね、ほんとみんなうまいと言ってゲラゲラ笑うと明かしています。そして夏目さんが仕事好きなんだねと言うと、有吉さんはいや俺は人が好きなんだよと酔っ払いながら語っていたそうです。引退理由は、結婚発表後夏目さんは2人で相談をしまして、この仕事から離れようかなと思っていますと明かしました。有吉さんはみんなの話を聞くと、離婚の理由ってすれ違いか価値観の違いじゃない、価値観の方はまあ無理だとしてもすれ違いだけ潰しておくかみたいな、と夫婦仲が悪くならならないように夏目さんが引退することを説明しました。マツコさんから想像できる、全く仕事しなくなる自分ってと聞かれた夏目さんは、そんなに想像できていないですけど、ちょっとゆっくりさせていただいて、表に出る仕事の緊張感や重責は少しは分かっているつもりなので、微力ながら少し安らげる場所を作れればいいのかなって思ってますと、夫を支える生活に入ることを明かしました。現在は特別な世界にいたので普通に平穏に暮らせればいいかなと語っていた夏目さん、とりあえず何もしないのもいいかな、ゆくゆくは好きなことを見つけたいと語っていた通り、1日に10キロ歩くという有吉さんの散歩に付き合ったり、仲良く犬の散歩や買い物に行っている姿が目撃されています。結婚を機に引退した夏目未来さん、長きにわたって第一線で活躍してきたので、しばらくは穏やかな生活を送ってほしいですね。難しいかもしれませんが、またその姿をテレビで見せてほしいです。いかがでしたでしょうか。これからも夫婦円満で幸せに過ごしてほしいですね。皆さんはどのように思われましたか。ぜひコメント欄にて教えてください。この動画が気になっていただけた方は、チャンネル登録と高評価をしていただけると、おすすめの動画が見やすくなりますので、よろしくお願いします。それでは、今日はここまで。また見てくださいね。